ロシア鉄道 RA3 型機動車は、ロシア鉄道及び中央郊外旅客会社が2019年から導入する機動車である。ロシア鉄道が運営している路線の50%を占める非電化区間用に設計、製造が行われる郊外区間用機動車。エンジン付きの先頭車による2両編成及び付随車1両を中間に挟んだ3両編成を基本としており、 に編成を連結した運転も可能である。それまでメトロワゴンマッシュが製造していた RA2 系統のレールバスと比較して最高速度が時速 120km と時速 20km 向上したほか車体が大型化したことにより座席数も15%増加している。扉部は高床、低床双方のプラットフォームに対応しており先頭車には 低床式プラットフォームでの車椅子利用客の乗降に備えたリフトが設置されている。また車内についても先頭車にバリアフリート入れが備わっているほか、車内案内表示装置、監視カメラ、除菌作用を加えた空調設備など、利用客の快適性を考慮した内装となっている。なお、形式名の RA3 は、第3世代のレールバスという意味である。モスクワ州で通勤。 近郊列車を運行する中央郊外、旅客会社向けの車両として2019年2月に、戦闘車2両が完成し、翌3月に製造された中間付随車を加えて、試験運転が開始された。試験は2019年夏頃まで行われることとなっており、それ以降2020年5月まで、モスクワ近郊の非電化路線へ向けて2両編成17本3両、 編成6本の製造が予定されている。日本統治時代の南から太の鉄道から続いた狂気から後期への改め期が実施されたサハリンの鉄道には、それまで日本製の機動車が使われていた近郊列車用として RA3 型が導入されることになった。8月30日にユジノサハリンスク駅で開催されたセレモニーで一般公開が実施された後、 9月1日から2両、編成3本が、ユジノサハリンスク駅コルサコフ駅、ユジノサハリンスク駅トマリ駅、トマリ駅、ホルムスクセベルヌイ駅間で営業運転を開始した。さらに、翌2020年までに2両編成4本のゾービーが行われることになっており、改めて後のサハリンの鉄道における短距離、中距離輸送を担う予定となっている。ありがとうございます。